株式会社に飲み屋は、大阪府大阪市何枠に本社を置き家電、量販店を展開していた企業。本社のあった日本橋地域を中心に営業していた。また、ホビー商品も扱っていた。同じ日本橋地区に本社を置く上新電機と並び、日本橋の優と言われ、最大で近畿各地と岡山県に二十数店舗を有していた。1990年代に入り、 バブル経済崩壊後の消費不振や関東の大手、家電量販店等の近畿への出店により売り上げは低迷、郊外や他地区への出店構成をかけたものの、出店費用により経営が悪化。2005年1月に大口債権者であるモルガン信託銀行が大阪地方裁判所に会社構成法を申請、負債総額は約280億円であった。 再建にあたっては、郊外店をすべて他社に譲渡する一方、米国の投資ファンドローオンスターの支援を得て、主力の日本橋地区3店舗に経営資源を集中。本店を改装してゆったりと商品を選べる環境を作ったが、売り上げは伸びず、再出発から1年弱で家電量販から撤退した。家電量販からの撤退後は、日本橋本店のみを残し、ホビー商品販売店と、 電子部品販売店を営業していたが、2007年5月16日に、ホービックスが営業を終了した。二宮は、電子部品販売を2007年6月10日をもって営業を終了する予定と発表したが、実際には、棚卸し準備中という理由で営業されず2007年5月16日が、事実上の営業終了となった。その後、東京都港区虎ノ門に本社を移転し、 2008年1月16日に開催された株主総会の決議により解散した。ここでは他社に譲渡された店舗と譲渡後の店舗名について扱う。ただし単なる犬き出店は含めない。店舗ブランド及び店名は譲渡直後の店舗。緑及びデオデオは2012年9月15日にブランド名がエディオンに統一された。ありがとうございます。